向こうにも何かあんのか。今度はどんな場所に連れてってくれんのかな。はあ、あんたは楽しそうでいいわね。お前ら一応警戒はしとけよ。それってこの島の奴らのことか、それともアディオのことを言ってんのか。どっちもだ。備えておくに越したことはねえからな。さっさと片付けるわよ。覚悟しろよ。相手にとって不足。悪くねえ戦いだった。おかげでまた一歩強くなれた。このキャプテンウソップ。嘘をつくまでもねえ。行くぞ。くらえ。君が言ったまで。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。ほんとあんた強いわね。クソジジイの蹴りに。大きなキューブはそこに。ああ、その可能性は高い。リムはそこに飛ばしているということかしら。さあ、わからないな。リム自身は意識してないみたいだが。なんだこりゃ。こっちだ、早く来い。お前ら遅れるんじゃねえぞ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。竜巻邪魔だ。はっ飯。力を試すにはうってつけだな。そこだ。肩慣らしといくか。刀の旅にしてやる。俺は戦士だ。みっともない姿は見せる。
行くわよ。待ちなさい。おい、そこをどけ。なかなか楽しめたんじゃねえのか。怪物と呼ばれようと。おいおい、なんだよあの雷は。今からあそこに行くのかよ。私だってやるときはやるんだから。やるか。これで終わりだ。さあ、けっ、いけ。メシ。こいつが雷鳴の巨像の潜む雷鳴の遺構だ。迂闊に近寄るなよ、強烈な結界の餌食に。結界ってなんだ。見ての通り、雷による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだ、雷か。おい、何してるんだルフィ。なんだと。俺の体はゴムだからな、雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだな。まあ、先に進もうぜ。変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。気象現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味が。探検家として興味ないわけがなかろうよ。加減するつもりはねえ。これならどうだ。
覚えとけ。俺はいずれ世界一の大剣豪になる男だ。覚悟しろ。俺は負けねえ。うお、俺をね、止まんねえか。まだいけるぜ。任せて。こんな怖えお嬢ちゃんだ、ナミ君。そう、力が戻ってきた。目指すは私の成長は。とと装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは、浜で降ってきた凍った雷も何か関係。そうね、無関係ではなさそうね。じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。こえどうなってんだ。すごい装置もあったもんだぜ。結局この光は何なんだ。よし、行くか。行くぞ。私の番ね。任せて。よっ。かわいいだけじゃないってこと、分かってもらえたかしら。いい調子だ。少し強くなった。必要な力。なるほど、これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。
ゃやってやるか。修行にはちょうどいいな。やっと俺の出番か。マナーがなってねえの。俺が相手だ。ゴムゴムのガトリング。飯。もっと強くなるぞ。この世界扉と無関係じゃなさそうね。この先行き止まりだったりしねえよな。よし。おい、進んでいいんだよな。ああ、下に電気が通ってりゃな。いっちゃやってやるか。俺が相手だ。ゴムゴムのガトリング。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。肩慣らしといくか。刀のためにしてやる。なかなか楽しめたんじゃねえのか。力が戻ってきたみてえだ。私の成長は止まる。やったー。こんなところで満足はし。力を試すにはうってつけだな。ゴムゴムのガトリング。俺に任せろ。邪魔だ。いい斬撃だな。あんたの銃もやるじゃねえか。調子がいい。少し強くなっ、力が戻ってくるの。よし。さっさと片付けるわよ。刃こぼれすら己の恥だ。竜巻。よし、行くぞ。こんなところで満足はしねえ。ここまで腕が上がる。お、
さっきの装置、今度は2つあるみたいだな。私の番のように、こうかさ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。鬼ウソップ様の実力よ。私の成長は止まらないわ。今なら納得の。この先もしっかり確認するわよ。何かいい。これは石板ね。それにこの文字は何が書かれてるか分かるのか、アロビン。もっといろいろ調べてみないと、これだけじゃ分からないわ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。聞かねえなら切るまでだ。これでどう？まだいけるぜ。やっと俺の出番か。
よく覚えとけ。コックに逆らうと痛い目見るってな。力を取り戻せたみたいね。奥でなんか光ってんな。あたしだってやるときはやるんだから。俺は逃げねえ。戦うって決めたんだ。肩ならしといくか。レディーが待ってるって。俺は夢叶わず生きながらえるより世界中の美女たちをエロい目で見て死にたいもんだ。俺が万能薬になる。光る壁を消さねえと雷の巨像にはたどり着けねえらしいな。この電気を止めるスイッチはないのかしら。床に通電させる装置があったくらいだし電気を止めるスイッチもあるはずだけど。よし、じゃあ近くの部屋から探していこう。今の力を試すにはうってつけだな。俺の番だな。お前たちの相手は俺だ。なめんじゃねえ。その程度か。覚悟しろ。行くぞ。邪魔だ。私たちを狙うな。今行こう。ちょっと痛いよ。逃がさねえ。無駄だ。いい勝負だった。もうこれ以上言葉はいらねえはずだぜ。力が戻ってきた。お、はしごだ。あったぞ、装置だ。威勢が良さそうね。俺はもうあの頃の俺じゃねえ。私が必要って
ことね。どれどれ、いただき。ガスガス、レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。よし、俺様に任せる。必殺火薬星。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。行くぞ鬼。俺はまだまだ強くなれる。修行の成果が出てきたな。よーし、よっ、いちゃった。はっ、よし、来れたぞ。ははは、便利な体だな。お前ら遅れるんじゃねえぞ。うぅ、俺を狙ってるのか。必殺煙星。あんたたちなんかお呼びじゃないのよ。行くわよ、サイクロン。切るまでだ。行くぞ。竜巻。私たちを狙うなんて任せて。効果する。まったく、ひどいことするわ。やったー。海の一流国は技。
さっさと片付けるわよ。一発で決めてやる。必殺煙星。相手にとって不足なし。竜巻。船長の邪魔だ。道は開けても必要な力なら。どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。とーりゃー。おお、ようやく出れたぞ。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。よし、交代だ。アームポイント。すぐに黙らせて。これでどう？斬撃だな、ゾロ君。あんたの銃もやるじゃねえか。俺、強くなった気がする。よし、やるぞ。やる気みてえだな。ヤバそうな敵だな。危なそうなら俺も手を貸す。あなたたちの相手は私よ。やっと俺の出番か。ゴムゴムのガトリング。何やろうっての。こんな修行にはちょうど。そっちか。刀の鍵にしてやる。なかなか楽しめたんじゃねえのか。必要な力なら残らず手にする。俺が万能薬にな。私の成長は力が戻ってきたな。マリモのやつには負けねえ。このキャプテンウソップに力が戻ってきた。
よし、下も見てみようぜ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。うん、俺に任せろ。くらえ。さーて、くらえ。まだいけるぜ。そっちか。邪魔だ。強烈なのをお見舞いしていくわよ。逃がさねえ。無駄だ。俺が強いなんて言われても嬉しくねえぞ、この野郎。よっしゃ、私の成長。こいつがイカ槌の巨像かよ。古い紋章がついているわね。炎の巨像と同じものだわ。そうか、じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの。俺が。ゴムゴムのピストル。まだいけるぜ。きっちり型をつけるとするか。鬼、まずいわね。待ちなさい。よっ、怖くなんてねえぞ。これで元気になるぞ。いけるか。いくぞ。どけ。俺が。ゴムゴムのピストル。雷なら効かねえ。あの巨像を倒せるとは、大した奴らだ。怪物と呼ばれようと、俺技のキレが戻って、今なら納得。ようやく感覚が。力を取り戻せ。
んで。大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものは掴めねえな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜアディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。はは、気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？ん？こいつは…どうした、アディオ？いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければ、ワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったら、すぐに教えてやるよ。そうか、分かった。あの光は何だ？わかりません。でも、あの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ、何を企んでやる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする？万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。